こんにちは。こんにちは。井上です。金子です。僕、太る体質じゃないんだけど、太るとお腹と顔だけ太る。腕と足は細いまま。そんなイメージです。そうなんだよ、はい。だから、お腹をへこますことにはマニアックに考えてる。自分のコンプレックスがあるから、日々お腹が出ないようにいろんな運動を考えてるんだけど、腹筋が疲れすぎてできないものが結構多いの。だから誰でも簡単にできそうなお腹痩せできる方法を皆さんのためになんか考えられないかな、今日はね3つの動き、これで2分でねお腹が痩せる方法を考えたんで、はい、なかなかお腹痩せのトレーニングができないけどお腹痩せしたい方向けのトレーニングを考えたんで、ぜひ一緒にやりましょう。そしたら仰向けで寝た状態で頭の後ろに手を組みます。そのまま両膝曲げてこのように寝転がります。そしたら肘をクッと前に出します。右肘を出して、そしたらそこから左膝をつけに行く。こうやってで戻す。で左肘を出して右膝をつけに行く。足を寄せる感じですね。そうです、そうです、そうです。こんな感じです。体は起こさないで、もうそんな感じ。なるほど。肘だけひねる。これ40秒。はい、よーいスタート。よくまあこういう形の腹筋あるじゃないですか、これは足を固定して体を起こせなって言われますけど、そうそう、起こさなくていい。起こさん、足を引きつける。そう、この足を引きつけるっていうのが腰腰筋とか大腰筋に収縮を運動させてるんで。確かに何気に一応腹筋は使うんだけど、上体を起こすよりは楽。うん、これは誰でもできるでしょ。これ僕でもできてますから。うん、なんかあれだもんね、動きを見てるとさ得意げだもんね得意げな時はさ平気でいっぱい喋ってさ苦手な時はさ口数減らしてさ。ずるいやつですねはい、OK です。はい、ここはちゃんと来てる腹筋。いいねいいね。少しじゃあ5秒ぐらい休ませて。はい、OK。 そしたら次いきますよ。はい、膝立ちの状態で寝転がって足を引きつけて上にキック、キック戻して下ろす。そう、戻す、キックして戻す。これだけです。はい、これ40秒いきます。はい、よーいスタート。引きつけてキックして、あ、いいねいいねいいね。で、はい、金子レベルになると引きつけてキックした後にここでつけない、引きつけてキックしてここでつけない、地面に。皆さんは足をここでつけて休んでいいけど、金子レベルになるとつける。配信者としてちょっと違うんだぞっていうところ大事ですよね。そうだね。でも、まあ僕レベルだとつけないですけど、皆さんは一回こうやってつけるんですよね。確かめる確かめるふりして休む。いやいや、こうやってつけるんですよねつけるけど、もう分かったから最初にやってるからいいよ、それで休まないで。ずる賢さが出てるんだよはい、OK です。はい、そしたらちょっと足を伸ばしますよ。で、そしたら右手で左膝をタッチ、こうやって交互に膝をこうタッチしていく感じですね、転がったまま。なるほど。はい、そう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 です。はい、こう交互にタッチ。なるほどなるほど。40秒いきます。わかりました。よーいスタート。交互にタッチタッチタッチ。いいねいいね。もうこれラストだから。ラスト頑張ります。うん、そう、もう聞きたくないんだよ弱音は弱音と金子のあの嘆きの声は聞きたくないのよ金子の嘆きの声はもう聞きやくてからうーみたいな嘆きの声はい、リズミカルでとても運動が楽しそうに。リズムに乗るといけますね。そうだね。発信者が楽しくなきゃね。そういうことです。見てる人はつまんないから。そういうことです嘆きの声は出ず。そうです出ませんよ、はい。まだ出たはい、OK です。嘆きの声待ちだった皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。できるでしょ。できますね。ギリ、本当にギリできる。そうでしょ。はい、でもしかしたら僕より全然腹筋とか体幹強い方の方が多いと思う。確かにね、多分皆さんのができるね。こんな簡単なのもえって思われちゃうかもしれないですけど、それでいいよね。はい、一番金子ができないっていう。追いつきます。そうだね、はい、皆さん逆に追いついて、皆さん以上に綺麗になって。確かに説得力を増すためだね、はい、お腹の脂肪でお悩みの方はぜひこれを続けてお腹痩せしてください。そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようにアピアランス TV では今や MK でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいという思いで動画をお届けしてますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。実は1年前から松平健さんと枕を作っていました。作った枕はこちらになります。名前は健眠枕と言います。おお、いい感じでしょ。気持ちいいですねこれ。そうなのよ。
これ実は体圧分散実験してて、こっちが従来の枕、はい、これが健眠枕、すっごい平均的に圧がこうやって分散されてるの分かる。はい、寝まーす。おお。これはこう分かりますか、卵割れないようにふわって、実際柔らかさどれぐらい違うかちょっと触ってもらいたい。全然違う。うん、これ、うん、柔らかいじゃないですか、うん、柔らかいと頭とか体がグッて沈み込みすぎるんじゃないかって思うんですけど、うんうん、寝てると全然そんな感じないですね。そうなのよね。こんな柔らかかったか。定価価格が14,980円、うん、はい、なんとうちの動画見てくださってる方には9,800円、あの概要欄に枕のサイトとあとクーポンコード、もし興味ある方はぜひ早めにご購入してください。